皆さんこんにちは。令和6年4月4日、世間では仙台高裁岡口基一判事に対する弾劾裁判が注目を集めていました。多くの人はそもそも弾劾裁判ってなんだと思ったのではないでしょうか。そこで今日は弾劾裁判所について徹底解説してみたいと思います。弾劾という聞き慣れない言葉に戸惑いますが、罪や不正を暴くことを弾劾と言います。つまり裁判官が何かの罪を犯したり不正を働いた時に問題となります。ちなみにアメリカのトランプ元大統領も弾劾裁判にかけられていますね。公正な裁判を行うために憲法では司法権の独立だけでなく裁判官の独立を保障しています。裁判官は内閣や世間の多数意見などに拘束されず、単に憲法と法律のみに従って判決を下すことができます。また最高裁判所の裁判官は70歳、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官は65歳、簡易裁判所の裁判官は70歳になれば退官し、途中で報酬を減額することもできません。しかし裁判官が国民の信頼を裏切るような行為をした場合でもクビにできないとなると困ったことになります。そこで日本の裁判官をクビにする場合には、公の弾劾裁判の判断によって裁判官を辞めさせることができるとしています。弾劾裁判は通常の裁判所で行われるのではなく、国会が設置した弾劾裁判所で行われます。ちなみに弾劾裁判所は国会議事堂の中にはなく、参議院第二別館という建物の中にあります。弾劾裁判所は国会に設置されている機関で、公務員を採用したり辞めさせたりすることは国民から選ばれた代表によって行うという考え方をもとに運用をされています。また三権分立の観点からは、国会が裁判所をチェックするという役割も果たしています。弾劾裁判については裁判官弾劾法に詳しい定めがあります。裁判官を辞めさせたいと思ったときは、まず裁判官訴追委員会に対して罷免の訴追をするように請求する必要があります。国民からの請求がなくても最高裁判所が裁判官訴追委員会に対して罷免の訴追をするように請求することもできます。この請求を受けて裁判官訴追委員会は弾劾裁判所に対して罷免の訴追をするのかどうかを調査して判断します。裁判官訴追委員会は衆議院議員と参議院議員の中から10名ずつ選ばれます。罷免の訴追により弾劾裁判が開始します。弾劾裁判では裁判員が衆議院議員と参議院議員からそれぞれ7名ずつ選ばれ、裁判官を辞めさせるかどうかについて裁判をします。ちなみに刑事裁判の裁判員とは別なので注意が必要です。弾劾裁判で裁判官を罷免することができるのかどうかの判断基準は、職務上の義務に著しく違反した、または職務を甚だしく怠った時、もしくは裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったということです。裁判官の罷免には3分の2以上が辞めさせるという意見に賛成する必要があります。弾劾裁判所の判断は1回限りです。通常の裁判のように三審制となっていないため、
判決内容に不服を申し立てることができません。しかも弾劾裁判で辞めさせられた裁判官は、裁判官だけでなく弁護士や検察官になる資格も失うことになります。ただし弾劾裁判所に対して資格の回復を求める裁判を請求することは可能となっています。これまで罷免判決から5年が経過し、資格を回復させても良いという相当な理由により資格を回復した裁判官がいました。ただし辞めさせられる理由がないという新しい証拠が見つかった場合により資格の回復が認められた例はこれまでにありません。岡口事件以前に過去の弾劾裁判で罷免された裁判官は7名でした。どのような行為をしたのかというと、事件記録を放置して395件の略式命令請求事件を執行させたというもの、朝廷の申立人から接待を受けて隠蔽工作したというもの、検事総長を装って首相に電話し虚偽の捜査状況を報告したというもの、破産管財人からゴルフセットなどの提供を受けるというもの、3人の少女に対する児童買春をしたというもの、裁判所職員の女性に対するストーカー行為をしたというもの、電車内で女性のスカート内の盗撮をしたというものでした。このうち4名は後に資格の回復が認められています。岡口喜一仙台高等裁判所判事に下された罷免判決の内容は次の通りです。刑事事件投稿等行為群を構成する各行為は個人的に見た場合でもいずれも遺族の感情を傷つけたものと評価できる上、全体的に見た場合でもいずれも遺族の感情を傷つけたものと評価できる上、全体的に見た場合でも岡口氏としては積極的に遺族を傷つける意図を持って投稿したわけではないが、結果として何度も執拗に遺族を傷つけることになったと評価できる。したがって刑事事件投稿等行為群はそれら行為を行うに至った経緯、それら行為が社会に及ぼす影響など全ての事情を考慮し、健全な常識に基づいて慎重に判断しても一般国民の尊厳と信頼を集めるに足りる品位を恥ずかしめる行為であると言わざるを得ないから非行に該当する。犬事件投稿行為群については行為を行うに至った経緯、行為が社会に及ぼす影響など全ての事情を考慮し健全な常識に基づいて慎重に判断したとしても一般国民の尊厳と信頼を集めるに足りる品位を恥ずかしめる行為であることは否定できず非行に該当する。以上の通り本件各行為群がいずれも非行に該当するとしても、その非行が裁判官としての威信を著しく失う程度に達したと評価できなければ弾劾法2条2号の弾劾事由は認められない。ここで裁判官としての威信とは、裁判官に寄せられる国民の尊敬や信望などと言い換えることができ、これを前提とすると裁判官としての威信を失うとは、裁判官に寄せられる国民の尊厳や信望を失うことと同義である。一方すでに述べた通り、裁判官における非行とは一般国民の尊厳と信頼を集めるに足りる品位を恥ずかしめる行為であるから、裁判官の威信を失うという要件は非行該当性を検討する際に同時に検討されていると見ることができる。したがって非行が裁判官としての威信を著しく失う程度に達したかどうかの評価は、非行が
著しいかどうかの評価に帰着する。そして非行が著しいかどうかの評価は、それが裁判官の身分に直結するだけでなく、著しいという文言が非常に抽象的で幅広い解釈を許すものであるがゆえに、極めて重く困難な作業となる。そこでこの評価をより的確に行うために、裁判官は裁判により心身の故障のために職務を取ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されないという憲法78条前段の趣旨に立ち返って考えることとする。同条は憲法第6章の司法に属するが、この章では76条1項2項において、すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は終身として裁判を行うことができないと規定して、司法権の独立を認めるとともに、81条において最高裁判所は一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所であるとして、裁判所に憲法の番人としての役割を与え、司法権の優位を認めている。このように現行憲法が司法権の独立と司法権の優位を認め、裁判所に憲法の番人としての役割を与えている以上、司法権の行使を委ねられた裁判官は、裁判をするにあたって何人の指示にも拘束されず、完全に独立して職権を行使する必要がある。それゆえ76条3項において、すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束されると規定している。そしてこの裁判官の職権行使の独立を実行あらしめるために、裁判官の身分を手厚く保障しようという趣旨が78条前段に込められているのである。と同時に、民主主義国家においては公務員の選定・罷免権は究極的に国民に損するのであるから、裁判官についてもこの理念を具体化する何らかの措置を講じる必要があり、その要請に応えるという趣旨も78条前段には含まれているのである。このように裁判官への手厚い身分保障という趣旨と、裁判官に対する民主的統制という2つの趣旨を78条前段と、それに含まれる裁判官弾劾制度が有していることに鑑みれば、国民の代表たる国会議員によって構成される弾劾裁判所において、裁判官に対し不信任の意思を表示してこれを弾劾すべき事由とは、憲法によって国民が裁判官に与えた負託に背反する行為と解すべきであり、かかる国民の信託に背反が認められる場合に限り、非行が著しいものと評価すべきである。現役裁判官が自身の意見や主張はもとより、思っていることや感じていることを表現することは、憲法の保障する表現の自由によって保障されていることは言うまでもない。本件では主として SNS を用いた岡口氏の表現行為が問題となっているため、裁判官が SNS を利用して憲法上の基本的人権である表現の自由を行使する場合、それを国民の信託に背反すると評価できるかという前例のない重要な問題に直面していることにも留意しなくてはならない。これを検討する前提として SNS の特性に目を向けると、 SNS は
社会的なネットワークを築くためのサービスであり、インターネットの普及につれて急速に社会に浸透してきた。 SNS は従来の通信手段に比べて情報伝達の速度が飛躍的に高く、時と場所を選ばずインターネットを介した新しい形の交流を可能としている。 SNS の種類も多様であり、利用する目的によって発信の手段や対象を選択することもでき、利便性は極めて高い。他方、それゆえに従来の手紙や電子メールなど特定のものに向けられた通信手段と異なり、不特定多数の人が瞬時に認識しうるという特性があるため、発信者が想定していた趣旨が特定の人には伝わるような内容の投稿であっても、それが不特定多数の人に拡散し、その過程で発信者が想定していた趣旨とは全く異なる趣旨に受け止められる危うさをはらんでいる。そして SNS のこうした特性により、発信者の意図に反し他者を精神的に傷つける投稿が社会的に広く拡散するという事態が往々にして見られる。岡口氏は平成9年頃からホームページを作成し、法律に携わる人に有益な情報提供をするための媒体にしていったが、一度は中断したものの、平成20年頃から本件ツイッターや本件フェイスブックを始めて、長年にわたって多数の発信を続けていたのであるから、このような SNS の特性は熟知していたはずであり、表現の自由を行使する手段として SNS を利用する場合には、その危険性を踏まえて他者を精神的に傷つけないよう配慮すべきであった。岡口氏がこの配慮を怠り、結果的に刑事事件の遺族に精神的苦痛を与え続けてきたことは、たとえ岡口氏に悪意がなかったとしても、裁判官による表現の自由の行使手段として甚だ問題があったと言わざるを得ない。その上で、裁判官が憲法の番人として権力の暴走に歯止めをかける役割も期待されていることを考慮すれば、裁判官が司法府内部や行政府、立法府などの国家権力に対し批判的見地から物を申すことについて萎縮するような状況を招くことのないよう細心の注意を払うべきである。その見地から改めて刑事事件投稿等行為群を検討すると、刑事事件投稿等行為群のうち、司法府内部を批判する意図があったと認められる3、東京高裁批判投稿と、立法府にある裁判官訴追委員会を批判する意図があったと認められる10、遺族担ぎ出し投稿については、国民の信託に完全に違背するとまでは言い切れず、裁判官としての岡口氏の表現の自由を尊重すべきである。しかしながら、この点を考慮して3と10を除く投稿等だけで岡口氏の行為を評価したとしても、必要かつ反復して犯罪被害者の遺族の心情を傷つけ、結果として遺族の個人の尊厳やその威厳にふさわしい処遇を保障される権利及び名誉感情を侵害し、平穏な生活を送ることを妨げたことは否定できない。しかも岡口氏は自身も犯罪被害者の支援のために講演をするなど、犯罪被害者支援について非常に重視してきた立場にあると当公判廷でも供述していたのであるから、投稿する際にはその経緯を踏まえて慎重に投稿すべきであった。にもかかわらず、遺族からの抗議等を受けても真の反省や改善がなく、長期にわたって断続的に同様の表現行為を繰り返してきたことは、表現の自由として裁判官に許容される限度を逸脱したものと言わざるを得ない。したがって、
岡口氏の非行が国民の信託に背反する程度に達しているという当裁判所の判断を変更する余地はない。以上により刑事事件投稿等行為群は非行が著しいものと評価できる。犬事件投稿行為群の悪質性については岡口氏の意図としては原告の飼い主を傷つけるつもりはなく、単に面白そうな事件や他人の投稿を紹介し、裁判の内容や犬事件投稿等に対して文言裁判の申し立てられたという自分の状況を風刺的に捉え、読者に考えてもらう契機として親しみやすい表現を用いたものに過ぎなかったとしても、当事者を傷つけたものと認められる。この点においては刑事事件投稿と類似している。しかし先に述べた通り、犬事件の原告の民事訴訟提起行為を一方的に不当とする認識ないし評価を示したことや、原告の社会的評価を不当に貶めたことまでは認められないことに加え、犬事件の原告は犬事件投稿については東京高裁に抗議しているものの、犬事件掲示板 URL 投稿、犬事件再投稿については抗議などをした形跡はないことからすると、犬事件投稿行為群に関しては刑事事件投稿を単に発する刑事事件投稿等行為群と比較して悪質性は低く、岡口氏の非行が国民の信託に背反する程度に達しているとまでは認められない。以上により犬事件投稿行為群については岡口氏に保障される表現の自由との関係を論じるまでもなく、非行が著しいとまで評価できない。結論的には岡口氏による刑事事件投稿等行為群につき、弾劾法31条2項正し書きに基づき、本件審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見により同法2条2号を適用する。よって岡口氏を罷免する、と判決を下しました。今回のケースは過去に有罪判決を受けた行為や職務上の不正行為が問われたわけではなく、 SNS に投稿するという法廷外での表現行為が罷免に値するとされました。裁判官の表現の自由について今後も議論の行方を探っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。